こんにちは、神玉です。今日は普段よく聞かれる私のスキンケア方法をご紹介します。ただいますっぴんです。あまり気づかれてないんですけど、結構肌荒れしてます。こことかね、ちょっとアップにしちゃうとやばいね。私すごい適当なズボラ女なので、やってることは超シンプル、使ってるものも超少ない。ご紹介します。洗顔を丁寧にすること、自分の肌に合ったものを使う、お手入れしすぎない。ここにお風呂の桶持ってきました。お湯入れて、私が洗顔で使ってるのはパーフェクトホイップ、資生堂のパーフェクトホイップです。洗顔フォーム、普段やっている洗顔方法、100均でも売ってる泡立てネット、これを濡らします。濡らしました。そしたらここに1センチくらい洗顔フォームをのせます。こんな感じで、これをねくる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 回します。そうするとだんだん泡立ってくるんですけど、ここにちょっとずつこうやってお湯を足していきます。やって、時計つけっぱなし。するとね、絞るとふわふわの泡ができる。で、これで軽くやっちゃおう。こうやって泡をつけまして、手を皮膚に当てないように泡をこうね、皮膚にこうやる感じで、なんかすんごい絵面だね。で、この時のポイント、お肌に今日も一日ありがとうって言いながら、こう今日も一日お疲れ様、どうもありがとうって言いながら洗ってます。お花って今日も綺麗だねって言ってると綺麗なまんまでいてくれるじゃないですか、長持ちするじゃないですか。それと同じで、昔メイク講習、メイクレッスンに行った時に教わったんですよ。お肌もお花と同じで、綺麗に扱ってあげれば綺麗でいてくれるっていうのを教わってからずっとねやってます。やばい、一回落としてきます。はい、ちなみにクレンジングフォームはアーハっていうのかな、ジェルクレンジング使ってます。これが好きですね、個人的に。ジェルなんで松江くんの方もいけるし、こうオイルってタラタラ垂れてきてね、なんか嫌なんですけど、しながら落としてくれる感じがすごい好きで使ってます。で、そう、いつも洗顔したらすぐにアベンノウォーター、これを振りかけてます。見えてんのかな、霧のような魔法の水、化粧水代わりです。で、ちょっとなじませるじゃないけど、なんて言うんだ、ちょっと置いて、そしたらエルクシールホワイト、デイケアレボリューション2、これを塗ります。これね、後ろに使い方書いてある。で、1円玉の大きさにつけるそうです。で、まあ適当に取って、これで終わりです。朝も夜もこれで。ちなみに日焼け止め、私が使ってる日焼け止めはアネスタとこれ。これね、友達から教えてもらったんですけど、すごいいいです。全身に使えます。顔、体、髪用、しかもこれメイクの上から OK なんですよ。以上が私のスキンケア方法。一時顔をフェイシャルエステか、フェイシャルエステ行ってたんですけど、フェイシャルエステに通ってて、通わなくなって、普段のこういうもう自分の使ってるものたちだけに戻した時に肌が一気に荒れちゃったんですよ。それからはお肌に負担をかけないじゃないけど、お手入れしすぎないのが一番だなっていうのにたどり着いて、最小限、肌がなんか乾燥してるなと思ったらこいつを使う。で、まあ洗顔もこれを家では使ってますが、地方にお仕事行った時とかは全然コンビニで売ってるやつを使ってます。あんまり参考にならなかったかもしれないのですが、終わります。ご視聴ありがとうございました。それではまた明日、バイバーイ。